ミストパのオールデイズ日本イエーイさてバトンダッチ2023にお越しの皆様、本日はご来場いただきありがとうございます。ただいまイベントの休憩中となりますが、ここで本日引退を迎える19代目により深く迫るラジオ企画オールデイズ日本をお届けしたいと思います。はい、某ラジオに番組名が似ておりますが、まあそんな感じでやっていこうという今回の企画でございます。日々ダブルダッチと向き合ってきた19代目の皆さんをチームごとにお迎えしてお話を聞いていきます。この時間パーソナリティを務めますのは19代目の後輩にあたります、20代目のシックザールのしゅうすけです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、ゲストの方々を今回紹介していきたいと思います。間髪入れずにお願いします。はい、ミスティックトパーズのあきおさん、ゆうぽちさんです。イエーイ、お願いします。自己紹介お願いします。あ、こんにちは。緊張してる。ちょっと緊張してる。緊張してる。こんにちは、ミスティックトパーズのゆうです。こんにちは、同じくミスティックトパーズのあきほです。はい、ということで、バトンダッチの、オールデイズ日本に、お越しいただきましたゆうぽちさんとあきほさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、いろいろ聞きたいことあるんですけど、まずですね、ミスティックトパーズのそのデモのその雰囲気が、あのみんなから聞くととても個性的という言葉が多いんです。どんな感じですか？そうなんですか？実際どう思って作られてます？その、まあ、個性的に作ろうとしてるのか。池堀越。池堀越。あ、でもミストパーはデモ作るときに、はいはい、あの何か一つのテーマにみんなが寄ることができないから、それぞれの個性をゴリ押しでデモは作ってます。あ、そうなんですね。あきほさん的には、あきほさん的にはあきほさん的にはまあ今ゆうが言ってくれたように、個性がまあいい意味でも悪い意味でもバラバラな要素はあるので、はいはい、それがうまいように交わるのが今のミストパの形だったのかなって思ってます。そうなんですね。じゃあ、はい、そのバラバラの個性をこうギュッてしようとしたら今っぽい形になったみたいなです。あ、そういう感じなんですね。実際ちょっと自分ミスティックトパーズのデモを、まあ、ちょこちょこ見るんですけど、あのデライトとかザリード1年生のザリードとかからと比べて今はだいぶ違うなっていう印象なんですよ。ちょっとなんか動画はつけないんですけど、なんか自分たちも見てどうですかっていう。いやーそれは見たくない。こんな感じでヒロキ受けるめっちゃ今とはだいぶ違うことされてるんですけど、あ、ミスっちゃったりしてるしということで、えっ、飛んでる。自分から見るとミストパのその天気っていうのは1年生コンテだったのかなって思うんですけど、そのパトスまでの作り方と1年生コンテからの作り方でなんか変わったところとかあったのかなっていうことをちょっとお聞きしたいんですけど、なんかもともとチームを組んだ時に1年生の間はデライト、リード、コンテの3つはそれぞれバラバラの系統を試してみようみたいな。1年デライトはをちょっと王道より頑張ってみて、リードはヒロキがメインでなんかちょっとかっこいい系やってみて、ビーボイチックなね。はいはいはい、そうでしたね、そうでした。でコンテストは泥棒でしたっけ？泥棒と警察、はい、コンセプト系。あ、コンセプト系をやってみようって、それはもうそのチーム結成時からそうだったんですか？そのもうその3本立てでいこうっていう。あ、でもそれは決めてなかったよね、うん、あ、でもリードだけあれだったけど、もともとチーム組んでデライト、オードをコンテコンセプトでいこうは決まってて。あ、もう最初からそうだったんですよ。じゃあそのデライトの戦い方というか、もいや、え、
だってデライト、最初デライトの時王道やって、でそっから多分私たちは王道系じゃないってなって、ああでそこからちょっといろいろ今のチームのみんなの個人個人のキャラクターを見て、あコンセプト系の方が合いそうじゃないってなってやったくない？あれえこれ結構地獄だけど大丈夫？かなり、まあ、わかんない、カノンとは話してた少なく、あじゃあ多分決まってたらしいです。だから、デライト期間の練習と練習の合間にコンテのネタ作りをもうしてたんです。あうえそうなんですか。 そんな結構モチベーションよく続きました、ね、なんかハリーだけもうコンテの時にネタ出ししてそれをそのまんまあのコンテで使いました。あそうなんですね。なんか自分的にはなんかコンテスト1年生のコンテストからコンテストはちょアッシュで自分の中ではミスティックトパーズの中でもちょっとまた違った系統で、うんうん、2年生のパトスドライブからその後が結構一貫してその感じなのかなっていう印象なんですけど、うん、じゃあコンテストからパトスのそのなんていうのデモの作り方の移り変わりというかもちょっと気になるかなっていう感じなんですけど、なんかどうでした？コンテスト終わって1年間いろんなデモをやってきた時にコンテストがまだ一番近いねとはなったけど、はい、ちょっと違うなっていうのがを話し合って、でパトスチームで出るってなった時にそのタイミングであの自分がハウスルールズのプレイリストを聴いてた時に文字とって曲を聴いて、あこれミストパ全員合いそうだなって、あのやってるイメージがつくなと思ってその曲を使って、パトスに出たいって言ったのがきっかけでパトスができました。ハウスルールズの文字とってそのどの曲ですか？え どこで使ったそのデモ中で使ってました？あ多分ずっと一曲使いで、曲使いなんだ。その文字とって曲を聴いた時に、はいはいはい、あミストパー全員飛んでるイメージがついたから、あこれを使ってデモをやりたいっていうのをみんなに相談してやりました、うん、あそうなんですね。その系統が結構やってみてしっくりきたみたいな感じですか？自分たち的にも周りからの声とかも結構ミストパパトスのデモすごいいいねって言ってくれたんで、はいはいはい、なんかそれに次の、2年デライトはジャケットっていうコンセプトプラスなんか昭和アイドル感なんかポップな感じにして挑もうってなったなってできたのが2年デライトです。あそうだったんですね。じゃあ今個性なんかいろんな人たちがいろんな個性持ってるからまとめたらこんな感じになったっていう話だったんですけど、みんな個性的だったら結構衝突とかしちゃうんじゃないかなって自分では思うんですよ。そのチームメンバーが全員個性的だったらその個性と個性がぶつかって衝突とかも多いんじゃないかなってちょっと思うんですけど、なんかその辺どうでした？どうなんだろう、順番気にあの順番が大事だなっていう、チームのその個性みんな一人一人違うけど優先順位は多分決まってましたね。だからチームの例えば構成がある中で私は基本ラストが多かったんですけど、はいはい、多分ですけど私が3年間を通じてミストパのデモの系統って個性を大事にはしてたんですけど、うん、私の系統に合わせて作ってはくれてました。あみんながそうです、その秋尾さんベースでそこにみんな歩み寄っていこうっていう感じで、うんうんうん、はい、だから誰か一人にまあ、全振りはしないんですけどある程度は枠をはめてそこにみんなが合わせてくれてたっていう要素はあると思います。あそうなんですね、はい、なんか他なんかちょっと大変だったなとかあります？そのミストパでデモ作っててこういうところが大変だったみたいな、なんか今だから言えるけど基本ずっとじゃない？あそうなんだ。いやなんかミストパのデモを作ってくれるあまあなんだろう、あるチームにはブレインっていう存在がいるじゃないですか、はいはい、でもなんかそれが明確に決まってないのがミストパで、あそうなんですね。みんなでデモを作るっていう過程を毎回大会ごとにやってまして、すごい役割分担だね。ここのパートは誰々が作ってみたいな。いやそういうことですか。全体通して0から1とか2コンセプトとデモの構成流れを
まあ、みんなで決めたりして、はいはい、そっからムーブを作る2位から3、4までを自分が担当して、そのムーブに、5から8くらいまでを秋穂ひろきで色付けしてくれて、最後90をリスクカットをカノンがやってくれるっていう形で完成してるよね、めちゃくちゃ出来上がってますね。素晴らしい、これです、これ。あ、もうこれが正解なんだはい、This is です。This is です。This is です。めっちゃおもろいThis is ですって何?This is ですって何ってこれカットでカットしないんじゃない?カットしないんじゃない?ミソパのオールデイズ日本もう行きましょう次じゃあその個性をその前面に出したデモなんですけど、ミソパはその個性の磨き方というか、そのどうやって、まあ、ある個性があったとして、そのどん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 2年生から3年生に上がっていく間に進化させていったのか、うん、そのそれぞれ聞きたいですね。ゆうぽちさんとかは特にわかりやすいと思うんですけど、ゆうぽちもだって途中から誰ですよ ね、 いきなりこんな感じだったんだ、うん、自分のキャラは、チームメイトに作ってもらってて、はいはい、1年のゴールドと2年の DDS、はいに出たんですけど、ゴールドの時にまずフリー出た時に可愛い感じの衣装で天つくやったらそれが湧いてたみたいな。でリードの時はかっこいい雰囲気で天つくやったんですけど、はい、その時よりも可愛い雰囲気でやった時の方が天つくのその王みたいな歓声が大きかったっていう話で、プラス DDS の時に自分、はい、今までは縄がいじる3倍をやってたんですけど、自分が動く系の3倍をやった時に、あ、ユウこっちの方がいいんじゃないっていうのをチームメイトが見つけてくれて、なんで可愛い感じに可愛い感じの3倍にさらに天つくを入れたらギャップが生まれていいんじゃないかっていうのを、みんなに見つけてもらって頑張りました。トライアンドエラープラスそのみんなの意見を反映させて自分の今の形を作っていったって感じですか。はい。あ、そうなんですね。秋尾さんはどうですか。その私はソロの感じ、どうやって磨いていったのかっていう、なんか今までは自分のキャラクターってよりかは周りの人がやってるものっていう枠にはめてソロとかを考えてしまってて、でその結果なんかあんまり自分的にもですし、周りの人から見てもまああまりなんだろう、すごい自分的にしっくりきてないデモがっていうかソロが出来上がってて、でそこからなんか自分の中でどういうのをやりたいんだろうって考えた時に、まあ、パトスあたりで気づいたってのはあるんですけど、そのちゃんと自分が感じてる音楽を自分で思うように振りを考えるのが自分のキャラクターにもつながりますし、やってて楽しいソロになるってことに気づけて、でそこからまあパトスのソロとかもみんなに褒めてもらえたっていうのもあって、自分のソロのあり方を認識できたっていうのがあります。で次のデライトと、まあ、コンテ、そして最後のデライトに関しては曲とかもチームみんなで私に合うようなものを探してくれたり、私が楽しめそうな曲とかを見つけてくれたっていうのもあって、ソロは本当に自分が好きなように自分の感性を出せるようにっていうのを一番心がけたと思います。あ、そうなんですね。でも確かにその後輩の自分から見てもアキホさんワールド全開というか、秋尾さんの頭の中ってこうなってるんだろうなってなんか分かるようなソロだったなっていつも思って、すごいなって思ってました。ありがとうございます。じゃあそんなソロが見どころのミストパですけれども、今回バトンダッチということで引退公演なんですが、最後にご来場の皆さんに今回のデモの意気込みとか引退にあたって のメッセージとか伝えたいことあればお願いします。うーん、
伝えたいこと、はい、うちの堀越くんの上手いんで、いや上手くないよ、どうしようかな、いけ、今回のバトンダッチのパフォーマンスは今までのミストパをギュッと詰め込んだ集大成、ザ集大成のパフォーマンスになってるので、ぜひ皆さんも楽しんでみてください。はい、ありがとうございます。じゃあ秋尾さんもお願いします。あ、これ2人言うんですもちろん、はい、今まで3年間ミスティックトッパーズでやってこれて、今日この場をお借りして引退ができることをすごい誇りに思いますし、こうやってご来場させていただいている皆様にミスティックトッパーズとして最後にすごく晴れやかな姿を見せて終わりたいと思っております。今日までいろいろミストパとしてもありましたし、 DSP に所属してすごい良かったなっていう風に思っているので、最後は自分らしく終われたらなと思っております。はい、ありがとうございましたということで、ミストパワールド全開のデモということで、はい、自分この話聞いててますますワクワクしてきました。みんなの最後のパフォーマンスということで、これにて、ミストパのオールデイズ2本、完結という感じにしたいと思います。ありがとうございました。この時間のパーソナリティ金箱修介でした。ありがとうございました。金箱ありがとうございました。ありがとうございました。ポメロのオールデイズ日本。はい、さてここからは日々ダブルダッチと向き合ってきた19代目の皆さんをチームごとにお迎えしてお話を聞いていくこの企画、ポメロのオールデイズ日本をまた開催していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、お願いします。はい、引き続きパーソナリティは20代目のしくざるのしゅうすけです。よろしくお願いします。はい、それでは早速ゲストの方々をご紹介していただきましょう。ポメロのオールデイズ日本19代目ポメロよりそのみさん、みずきさんです。お願いします。お願いします。あれ、緊張してるわ。自己紹介した方がいい。自己紹介の感じです。 DSP19 代目ポメロのそのみです。はい、同じくポメロの水木です。はい、よろしくお願いします。はい、ということでこの時間もまた19代目の皆さんをお呼びして、皆さんの3年間を限りある時間の中ではございますが、お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで早速本題に入っていこうかなって思うんですけど、まずですね、こんなこと言うのはちょっと失礼なのかもしれないんですけど、はいはい、ポメロって19代目の他のチームと比べるとちょっとこう、どことなく暗い雰囲気があるかなって自分的には思うんですよね、はい、そのデモの雰囲気とか、そのパーソナリティは素晴らしい輝いてなんかやだね、いらんパーソナリティはとても輝いてる方々なんですけど、デモでっていう話の中でいくとちょっとこう何暗い寄りというか、そのシックに固めてみたいな、そういう感じな気がするんですけど、どんな感じでデモ作りとかされてらっしゃったのかなっていう話を聞きたいんですけど、じゃあそのみさんいいですか。これなんかちょっと難しいんですけど。あ、そうですね。アバウトすぎるよ、ね。まあなんか私たちのチームのは比較的その周平がメインになって進めてくれていて、本当にもうちょっと一個その周平くんがメインになってっていう話で聞きたいことあって、はい、ポメロのリーダーは結局誰なんですか。いやもう、いや周平ですね。あ、そうだったんだ。多分
そうですね、須田くんが結構リーダーになってるかなみたいな。あ、そうですね、感じで。そうですね、確かによく言われます。そう、なんか周平くんと話しててもその周平くんがデモ作ってるようにはあまり思われないというか、その、うんうんうん、須田くんがその、まあ、ブレインでみたいな。いや、顔そうですよね、それ顔そうですね。ブレインじゃないです、全然そんなに。全然違うんだ。これね、大事なんだよ、ポメロを語る上で。でもよく言われますね。そうっすね、はい。あ、じゃあちょっと話の続きいいですか。はい。あ、あ、私が。あ、そうそうそう。どんな感じで。で、なんかその周平がもう本当に大体構成とか曲とか全部持ってきてくれて。曲もなんか1年生の時からみんなで出し合っても結局多分周平の頭の中でもう曲がなんか聴いた時に構成ができているので、周平が持ってきた曲に大体なるんですよ。あ、最初からそんな感じだったんですか、その、うんうん、1年生始まった瞬間からもう周平くんがブレインっていうのは。そうですね、比較的もう一番最初からもう周平が曲持ってきてくれて、はいはい、もうその曲で大体メインの曲は他の人が選んだことは一回もないです。あ、そうなんだ。でもみんな選ぶんですよね。そのもう諦めちゃったりとかするんですか、その3年生とかになってくると。まあ、まあ、ちょっとだってこっちが持ってっても選ばれないし、あ、はい、まあでもなんかしかもその周平にやっぱりみんな結構絶大な信頼を置いてるので、結局なんか、あ、周平が持ってきてくれたの一番いいかもって全員一致するので。ああ、じゃあ そうなんだ。そのえ、じゃあ今までそのやってきた中で却下されたことって絶対あるじゃないですか、うん、なんだこいつとか思ったりしました。そんなことはないんだ。ないよ。じゃあやっぱそのもうブレイン周平をもうみんなリスペクトして、うん、あ、そういうことなんですね。うんと、じゃあその暗い雰囲気あると思うんですけど、練習の風景というか練習の感じはその暗いのか暗くないのか。何この聞き方。そのデモの雰囲気は暗い暗い暗いってちょっと難しいな、なんだろう、まあ、確かにちょっとなんか作って不快感みたいなとこ、ね、かっちりしてる感じ、ダークな雰囲気ありますけど、うん、その練習の感じはどういう風に練習されてるんですか。いや、でもめっちゃ楽しいですね。楽しいんだ。はい、そっちは。そうです、まあ、そっちはというか、そっちはって待って。いや全然そのそうですね、はいはい、チーム自体はマジで仲良くて、マジ家族みたいなんで。でもそうですよ。そうですね、最高です。最高なんだ。最高なんだ。はい、楽しいです。でもこんな感じです、いつもみんな笑ってみたいな。誰かが雑でそれを雑に扱ってみたいな、笑ってみたいな。いいっすね。その衝突とかはなかったですか、そのチームをその運営していく、運営って違うけど、そのチームをこう一緒に頑張っていこうっていうその3年間する中で、そのポメロンの中でなんか衝突したりとかそういうことってありました。衝突というか、うん、まあ、ちょっと別ベクトルな話になっちゃうかもしれないんですけど、はいはいはい、結構それで言うと、その私自身が結構チーム結成当初最初の頃に、はい、すごくダブルダッチ的スキルとかそういういろんな面においてめっちゃ劣等感みたいなのを感じちゃってたことがあって、その他のメンバーと比べてとかですか。そうですね、バカうまいんで彼ら本当に。確かになっちゃってて、はい、でやっぱその点とかにおいて私はちょっと思うこととか悩みが割とありましたね。ついていけないなみたいな。そうですね、そうですね、はい、特にダンスとかはもう最悪ですからね、本当ダンスできないのに。そうですね、そうよ、ダンスナンバーみたいな、ね、必須項目なんで、必須ポメロ履修するには、うん、絶対その前にダンス履修しとかなきゃみたいな。いや結構そうですね、苦しいところがありましたね。はい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 、はい、まあそうですね、なんかこれ被せるみたいになっちゃうんですけど、はい、割と私だ、まあ、みんな経験者なんですけど、うんうん、私は小学生の時やってただけで、その中高全くやってなかったので、ああなんか結構ブランクがあって、はい、もうなんか1年生の時は本当にみんな上手かったから、そこの面においてなんか私は本当ソロとかも作ったことなくて、もっともっと、はいはい、でもみんなもうある程度なんかもう一定基準以上のスキルがあってもうずっとやってきてみたいな感じだったんですけど、それでもなんかやっぱりそのなんか私の多分
雰囲気とかポジション的にスキルが追いついてないのに結構いいサビの部分とかでソロをもらうことがあって、その時とか私も結構みんなの方が上手いのになんで自分ここなんだろうみたいな、なんでなんか自分見合ってないけど大丈夫なのかなみたいなのがあって、はい、そういうところで、まあ、悩みとかは言えなくて、うん、なんか結果的にその話し合いとか、まあ、みんな思ってることを言う会みたいなのが開催されたりすることはありました、はいはいはい、結構あの思ってること語り合う会的なのはその頻繁に開催されてたんですか？いや頻繁ではないんですけど、なんかでもそうです、ね、一番印象に残ってるいつだったとかあります？うわー、でもこれちょっとヘビーですね。ちょっと二郎系だよね。ちょっと二郎系だけど、二郎系だけど、二郎系だけど、二郎系な、二郎系問題コテコテのちょっと重い重いけど、結構胃もたれしちゃうぐらいコテコテなんですけど、それで言うと2年コンテあたりにありましたね、本当に大きな、そのみんなで思いをぶつけ合って、そうですね、その俺はこう思ってるけど、うん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 、私もこう思ってるし、うん、あ、そうなんですね。そのみんなじゃあ劣等感抱えてるみたいな、そういう状況だったんですか？そのポメロはそのあっちはうまいし、でも私はみたいな、それぞれがそれぞれみんなそう思ってたみたいな。劣等感の部分で言うと多分私が突出してすごかったかなって思うんですけど、はいはい、でもその時点ではなんかまだそのチームが一つ慣れてなかったというか、うん、みんなが同じ方向向けてなかったのかなとはめっちゃ思いますね、はいはいはい、だからその話し合いがあってよかったなって今は思いますね本当に、はい、じゃあそのコンテストぐらいまではみんなちょっとバラバラの方向向いてたのかもしれないけど、うん、そのコンテストのあとみんなでこう思いぶつけ合ってワンチームになっていったっていう感じですか？まあ、うん、それだけがキーなわけではないですね。でもまあそのやっていく中でこうだん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 みんな歩み寄ってって、うんうん、結局そのすごいワンチームが結成されたっていう。そうなのかな。そうなのかな。多分そう思いますね。後輩の自分から見ても。そうですね。ポメロのオールデイズ日本。じゃあ次にポメロの今回のデモ最後のパフォーマンスは愛っていう。ラブイズジアンサー。はい。その最後の曲名がそもそもそれなんでしたっけ？あ、そうです。ですよね。だと思うんですけど、愛をテーマにされてたと思うんですけど、その愛をテーマにパフォーマンスされたっていうのはそのどうしてだったのかなっていうことをちょっと聞きたいんですけど。それで言うと、はい、そう、2年デライトあたり、はい、で、まあ人からの感謝とか、はい、そういう応援とかの力の大きさとかっていうのに、はい、ポメロ全体で、気づくことができて、はい、でやっぱポメロにとって感謝とか、うん、そういうものが大きな力になったってことがあって、うん、でその2年デライトは何があったの？その感謝を感じたりとか、その人からの愛を感じて、その自分たちはそれで強くなるんだってその思ったきっかけは何だったんですか？なんかまあ普通に端的に言えば負けたことなんですけど、はいはい、しかもなんか結構その負け方がもう本当にボロって負けたみたいな、私たちは2年デライトで、でまあなんか負けて、で結構その鬼門っていうか、そっから辛かったのが横断幕を作る時期で、あ、その同期の横断幕を作るっていうなった時に、はい、まあなんかその時はどちらかというともう作らなきゃいけないみたいな気持ちになっちゃってたんですけど、なんかそっからそのジャパンリハとかやっぱあって、そこに応援しに行くうちに、なんか本当に結構心の底から同期を応援できて、はい、でその時に、はい、これちょっと別ベクトルで、しかもなんかちょっと今ここで言うのめっちゃ嫌なんですけど、全然全然私のすごい、すっごい私が感謝ってことにすっ
っごい本当に周りの支えに感謝みたいなところを思った出来事が一つあって、はい、なんかそのジャパンリハの時に私たちチームからその出るジャパンに出るチームに差し入れをするみたいな話になって、はい、それを言ってくれたのは周平なんですけど、はい、その準備をしてる時になんかその去年でその時の去年だから、ネクサスとか雲海の台の話なんですけど、なんか周平が言ってたことで、なんか去年その桃香さんっていう、まあ、ネクサスの桃香さんがその結局雲海蒼天はジャパンに行けて自分たちは行けなかったってなった時に、結局そこで応援きっとするのが一番辛い状況なのにもかかわらず、桃香さんが一番差し入れとかを用意して一番その、まあ、雲海とか他にもその先輩たちのことを応援しててみたいな、だからそういうのを見てきたらやっぱり自分たちも先輩みたいになりたいのであればここでそういう感謝の気持ちとか応援の気持ちを忘れちゃいけないと思うんだよねって話を周平からされて、でだからここで言うのめっちゃ嫌なんですけど、あいついいやつ、いいやつですよ、本当にいいやつ、うざい、本当にうざい、何そのですよ、ね、いい人なんですよ、なんか、はい、感動のカミングアウトあいつめっちゃいいやつ、そうです、そうです、なんかそれが結構自分の心に刺さって、その時多分本当に自分は悔しいっていう自分の気持ちだけでなんかちゃんと応援できていなかったなって、それまででもそうやって先輩方がこう繋いできてくれたものとかを自分たちがここでそうやって応援できないみたいな、自分たちの気持ちだけでなんか途絶えさせてしまってはいけないなってすごい思って、そこですごい本当にそう思わせてくれる環境とか DSP というこのサークルに所属してそうやってなんかこう感じられることへの感謝をすごい感じて自分がで、そういうまあなんか出来事とかもあって、多分本当にまあ最後ジャパンの日はみんなのことを応援して心の底から応援できたっていうところで、多分その負けたことによって気づけた感謝だったのかなっていうふうに思います。そこはなんかめっちゃ長くなっちゃったけど、デライトのその負けっていう経験がそのそこからバネにしてその自分たちはそこで愛とかその応援することとかを学んで、その3年生とかそれから先にそのさらにレベルアップすることにつながっていったって、そうですね、いやそうですね、そのやっぱり負けるとかそれでも勝ったチームがやっぱ自分のサークルの中にはいて、それを応援するってなんかすごい、自分は負けてるのに結構、まあ、悔しかったりとかそういうのもありますけど、でもそこをちゃんと切り替えて、じゃあ全力で応援しようって思って全力で応援した時には自分もやっぱ愛感じるなって思いますね。自分も愛出すし、そのそれを受け取って頑張ってくれる同期を見て、うわそれで動けてくれてるんだって思って、なんかそれってすごいいいですね。いいですね。しんみり。いいですね。いいですね。そのさらに質問なんですけど、そのデライトの負けを経てその3年生でその応援される側にその改めて立ってどんな風に感じました？その、あ、それで言うとさっきの話の続きになってしまうんですけど、はいはい、やっぱ応援されることが当たり前じゃないこととか、その自分のことのように泣いてくれる人がいるっていうこの環境が本当に幸せなことなんだなっていうのに気づけて、私は、はい、で本当に何だろう、自分のマインド的にもそこを人への感謝とかそういうものを経て結構変わることができたので、はい、できましたね。応援されてみて、そのさらに自分がパワーアップされて、 でも私はその本当に応援されるチームになんか慣れたっていうことにも結構ありがたいと思っていて、それ非常に大事ですね。なんか本当に応援されることが当たり前じゃないっていうことがすごく分かったからこそ、そういう応援されるチームに慣れた、自分が慣れたことが本当に死ぬほど嬉しかったですね、最後の方は。そうですよね、やっぱり、あーやっぱ愛っすね。ダブルダッチも愛ですよ。ダブイズジアンサーです。ダブイズジアンサーです、本当に、はい、ありがとうございました。じゃあ最後にこれが流れてくる頃にはいよいよ
次が3部の3年生の皆さんの迎えるラストのショーケースなんですけど、あのということで、あのバトンダッチに向けた意気込みとか、はい、ご来場の方々に伝えたいこととかメッセージとかあれば最後一言よろしくお願いします。いや私はなんかいきなり壮大になっちゃうんですけど、本当 DSP に入ってよかったなっていうのがマジで一番にあって、はい、いやなんかなんだろう、いや感動しちゃうわやだ、いいよいいよ、なんか DSP に入ってよかったなって思ってて、本当に、はい、やっぱこうやってめちゃくちゃ応援してくれるその先輩とか、はい、まあ、同期、こんなめちゃくちゃ最強な同期とか後輩とか いるこの環境に自分が入れたことが、はい、本当幸せだったなって思うし、うん、なんか今日来てくれてるんですけど、多分清山さんとかその鶴さんは多分今日いらっしゃらないのかな、悲しいですけど、はい、清山さんとか鶴さんとかがいてくれたから本当にここまで来ることができたんですよ、はい、だから最後のなんか今言うのは違うと思うんですけど、最後のそのジャパンの舞台で清山さんが泣いてくれたことが本当に私は嬉しくて、うん、よかったなって思ってるので、はい、なんかなんだろう、このバトンダッチを通してこの今までめちゃくちゃお世話になった人たちに本当に感謝を伝えれたらいいなって気持ちで頑張ります。頑張ってください本当に楽しみだな俺じゃあそのじさんもいただいていいですか。いやもう言いたいことは全部今みずきが言ってくれたんですけど、はい、ま、今日本当に自分がお世話になった人とかポメロがお世話になった人とか本当にいろいろな方が自分たちのために見に来てくれてるこの場っていう、まずこの引退公演があることが本当にありがたいし、もうなんかこの結果的に私たちはまあ3年デライトで負けてしまったんですけど、でもそれでも私はその最後のそのポメロのパフォーマンスとかが本当に一番今までで好きで、うん、本当にこのチームにも本当に本当に感謝してて、なんかこういう環境とか本当に与えてくれた本当にこの DSP っていうサークルにも感謝を伝えるのとともに、なんかその今日初めて自分たちのこと見る人とかでもなんかこの3分間のポメロっていうパフォーマンスとか、まあ大デモとかブッシュショーケースとかを通してなんか私たちがこの3年間やってきたこととか、こういうそこにかけてきた全力の思いとかそういうものがなんかいろんな人にもう今まで関わったことない人でも伝わってたらいいなって思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。いい話しましたね。この裏話というかどういう感じでここまでそのみんなで頑張ってきたのかとか聞けて、なんか最後には愛っていう、そうですね、やっぱ結局愛なんですね。でかいっすね。結局やっぱここです。やっぱり愛なんです。愛です、はい、愛を感じるポメロのラストショーケース、他の DSP の3年生もめちゃくちゃ愛のあるパフォーマンスしてくれると思うので、はい、楽しみにしましょうか。楽しみにしましょうか。じゃあこれにて、ポメロの、オールデイズ日本、終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
ダブルダッチと向き合ってきた19代目の皆さんをチームごとにお迎えしてお話を聞いていくこの企画。ここからのお時間、パーソナリティを務めますのは20代目代表ノーシックスアールの心です。よろしくお願いいたします。それでは今回のゲストの方々をご紹介しましょう。アウローラのオールデイズ日本19代目アウローラより代表のマホロくん、リオンさんです。よろしくお願いします。お願いします。それではちょっと自己紹介を一つずつお願いいたします。はい、19代目アウローラのマホロです。よろしくお願いします。同じく19代目アウローラのリオンです。お願いします。お願いします。お願いします。まあちょっとね、緊張しちゃうんでね、いつもの呼び方でマホロくんとリンちゃんって感じで行かせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、アウローラって最初はなんか喧嘩とか衝突とかなんかまあ多かったりしたっていうのも聞いたんですけど、まあ、なんか今見たら私からしたらすごいなんか素敵いいチームだなって思うんですよ。でもなんかちょっと噂でなんですけど、なんかマホロくんがちょっと尖ってたっていうのをちょっと聞いて、ちょっとなんかその初期の頃のマホロくんをなんか聞きたいなと思いまして。どうですか、リオンさん。初期の頃のマホロくんは、マホロくんやめて、怖かったです怖かったです。でもリンはずっとあの1年ぐらいとはコロナで、そうね、あの練習に行けてなかったから、あんまりその怖いマホロは感じてないけど、あの2人はすごく怖かったって言ってました。なんかどう怖かったんですか。なんかパフォーマンスなんて作る上でなんかもう練習中が怖いみたいな。練習中が怖かったらしいです。あ、リンちゃんは別にそんな感じてない。リンはそんな感じてない。マホロ君的にはどうでした。いや、怖かったんじゃない。自覚。そう、でもなんかあの練習中と練習後は結構本当に別人っていう感じだったから、行き帰りとかはなんか別にニコニコ話してたって自分は思ってるんですけど、それは自分の意識的な問題、なんかちゃんとしようっていう心構えでそういう厳しくしてたんですか。いや、まあっていうよりは、まあ、今振り返ってみれば怖かっただろうなっていう感じですかね。どっちかというと。まあなんかすごい覚えてるわけじゃないんですけど、なんか一個すごい鮮明に覚えてるのは、なんかなんだっけな、なんかそのダンスの振りをあの覚えなきゃいけないっていうのがあって、まあ、その振りを決まってから、まあ、何日か経ってた、まあ、だから家で練習してきたら覚えれるでしょっていうぐらいの時間が、まあ、自分的には経ってて、まあ、でもアスカっていう子がいるんですけど、うちにはアスカが覚えてなかったんですよ。覚えてって言ってたけど覚えてなかったみたいな。だから、うん、近くに鏡があって、あ、じゃあ覚えるまで帰ってこないでって言って鏡に送り出した記憶はあります。それってなんか、あ、わかんない、私がその入って去年入ってた DSP に、うん、なんか入った時のマホロくんはもうそんなイメージがないんですよ、うん、なんかなんでその当時は尖ってたんですか。なんか何がきっかけで変わったんですか。自分尖ってるなって感じました。まあ、でも1年のデライトまで、その一番最初の大会までが一番尖ってて、まあ、それが終わってからはまあちょっとずつ落ち着いたかなっていう。まあ、マホロ君がその3年間チームを引っ張ってたと思うんですけど、うん、まあ、なんかその、まあ、当時その尖ってたっていう、まあ、引っ張る側の何かしら その苦悩があると思うんですけど、チームを最初やっていくにあたってどんな苦悩がありました。まあ、なんかさ、自分は結構、まあ、デモを作る立場のことが多かったんですけど、まあ、そのチームメイトと自分の好みが本当に合わなくて、自分は一人だけ違うみたいな、割とみんなは好みが一緒で自分だけ違うみたいなことが多かったんで、そのみんなの好みに合わせて自分がデモを作るみたいなことが多くて、まあ、それがなかなか多分向こうも自分も思い通りにいかなかった一つの理由ではあるのかなとはめっちゃ思いますね。それはなんかそれ踏まえてリンちゃんとか、なんかマホロ君のその変化
はすごい感じてました。変わったなとか思う時ありました。あ、1年デライトのフォロワー自分はあまり知らないからあれなんですけど、まあ、1年コンテの時は結構みんなこっちのやりたい系統に合わせてマホロが作ってくれたのもそうだし、あんまり怒るとかもなかったです。じゃあちょっとあれなんですけど、マホロくんは、まあ、その、まあ、チームのリーダーとしてはもちろんなんですけど、その代表としても ESP を支えてくれてたと思うんですけど、はい、なんかその代表になってからの自分の変化とかってなんかあったりします？覚悟とかなんか、まあ、なんかその自分の場合は多分その他の代表とはちょっとその代表になった経緯がまあ違うというか特殊で、最初自分が代表になった時は自分より須田派の人が多かったんですよね。そうだけど、まあ、なんか自分は代表をやりたくて、まあ、須田と結構話し合って最終的に自分がやることになったみたいな感じだったから、なんかその、まあ、代表をそこから1年間やっていく中で、なんかマホロが代表でよかったなって思ってもらわなきゃいけないっていう、まあ、半分焦り半分覚悟みたいなのは一番最初からあって、まあ、だからそこまでは普通にただのサークルのメンバーの一員っていう状態だったから、結構まあ自分のことだけだ、まあ、だけはちょっと言い過ぎだけど、まあ、自分のこととかチームのことで本当に精一杯でそこしか考えてなかった時期が長かったけど、まあ、代表になってからはなんかそのやっぱみんなのことを見なきゃいけないっていう意識がすごく芽生えましたね。私も次期代表なんですよ。そうだよね。まあちょっとなんかこれもうこのバトンダッチが終わったら、うん、多分もうチェンジでこのバトンダッチで交代になると思って、はい、なんか次の全体連から自分が代表っていう、そうだね、そのびっくりびっくりとかなんかまあちょっと不安な気持ちもいっぱいあって、うん、なんかどうですか、なんかどう思います？いやでも自分も、まあ、その去年龍介さんがバトンダッチでいなくなって1回目の全体連をやるときにはなんか自分が進めなきゃいけないんだっていうのは、まあ、すごく感じたし、でも多分、まあ、なんか全体連をやるとかよりもなんかそのいろんな決めることを多分最終的な決定を全部自分でしなきゃいけなくなるから、まあ、そこは大変だと思うけど、まあ、きっと心は大丈夫じゃないですか。頑張りますね。はい、はい、え、逆にどうなの、その代表やる前の今の状態でなんかどういう感じで代表やりたいとかありますか、今後？うわ、そうかも、なんだろうな、やっぱりでもその今この3年生がに、まあ、自分は結構すごいダブルダッチ的にも人間的にもすごい影響をもらってて、うん、なんかその頼れる存在、なんか常になんか、まあ、応援してもらったり支えてもらったりっていうので、まあ、結構3年生に本当に頼って生きてきたというか、支えられながらこのサークルをサークル生活を過ごしてたんですけど、なんかまあそれがその存在がいなくなるっていうちょっと自分の不安さもあるし、なんかプラスでもっとその3年生がいなくなる分、次はもう自分たちが一番上に立ってその DSP をもっと強くしたいっていう気持ちと、うんうん、そのまあ前回パトスドライブでも日本一取ってるサークルである分そのプレッシャーは結構あるので、なんか覚悟となんかプレッシャーと、まあ、楽しみもありますけど、ちょっと新たなまた新しい DSP を作れるように頑張ろうかなって感じです。そうですね。はい、まあなんかもろもろ言いたいことは、はい、
きっと後で言うので後ほどまあちょっとりんちゃんなんか一言エールもらってもいいですか？え、頑張ってくださいありがとうございます。アウローラのオールデイズ日本。ここでもう一回アウローラの話に戻りたいと思うんですけど、まあ、ここから最後ちょっと少し最後のデライトのお話を伺いたいなと思います。で、まほろくんがそのチームを引っ張らなきゃっていう思いで結構やってきたと思うんですけど、まあ、そんな中迎えた最後のデライトがあって、なんかそのチームでちょっとぶつかった話みたいなのをちょっと聞いたんですけど、はいはい、なんか詳しくお聞きしたいですけど大丈夫ですか？はい、はい、お願いします。まあそのまあ、ダブルダッチのまあショーケースって結構ソロっていうのを持ってる人が多いと思うんですけど、まあ、自分はその最後に3倍、はい、まあ、その早く飛ぶやつになんかアクロバットを織り交ぜたやつをまあ自分のソロとして持ってて、まあ、それが結構難しかったんですね私は。そうだから練習中に全然通らなくて、あんまり通らないまま結構本番直前まで来てしまったみたいな状態だったんですけど、まあ、結構そのチームの中で決定権を結構委ねてもらってたから、自分はチームにその難しいソロをやりきるんだっていう気持ちでそこは簡単にしなかったんですよずっと。そうなんですけど、まあ、そのチームの、まあ、ののかっていう子がいるんですけど、まあ、ののかがその、まあ、いろんな人からにアドバイスを聞きに行ってくれて、自分からその自分が知らないところでね。そうで、なんかその、まあ、そのいろんな人から言われたことも踏まえて簡単にした方がいいと思うっていうのをそのチームのミーティングの時に、まあ、ののかが言ってくれたんですよ。そうだけど自分はそのもう変えないで、なんかやりきるっていうのを結構もう覚悟を決めちゃってたから、いや変えないよみたいな、その結構そんなに受け入れないスタンスで、まあ、話を聞いちゃってて、でも ののかはきっとなんかすごいその、まあ、普段は自分が決定権を持ってるけどそこに対して結構初めてなんじゃないかなっていうぐらいそこに対して反対意見言ってくれて、きっとなんかすごい覚悟が必要だったと思うのかも、うん、そうだからそのそれに対して自分がいやこれはやりたいっていうのを結構強く言った時に女の子が泣いちゃって、うん、そう、そこでなんかその、まあ、厳しい口調で言い合いしたとかそういうのはないんですけど、そのお互いの思ってることを結構だいぶ本音でバンバンって話した時に、そう、ののかがそれで泣いちゃって、でまあそのままミーティング終わって、なんかまあコーチもミーティングの場に一緒だったんで、まあコーチがふわっと丸く収めてミーティングが終わったみたいな、なんかその自分の的には逃げ切れない感じでミーティング終わっちゃって、そうでその後ののかに LINE して2人で2時間ぐらい電話してちゃんと喋ってみたいな思い出はありますね。なんかその出来事があって、なんかまほろくんはなんかどう思ったんですか？まあなんかそのこれは少し半年ぐらい期間が遡るんですけど、なんか2年生のコンテストに自分は怪我で出られなくて、なんかそこまで2年生のコンテストまでは結構もう自分がチームを引っ張ってるっていう感覚をずっと持ってたんですけど、自分がいなくなった時にすごくなんかその見たことないぐらい3人が必死に頑張ってくれてて、まあ、結構それがきっかけでなんかみんなすごい自分事として捉えてるなっていうのを感じたっていうか、なんかそれ以降は自分が引っ張るっていうよりもみんなで頑張るっていう感覚に変わったんですよね。その2年コンテ終わったのに変わったんですけど、それをなんかすごく改めて思い出したっていうか、みんなすごい、まあ、その分かってるつもりではあるけど改めてなんかそのみんなの真剣さを感じたっていうか、みんな本気なんだっていうのを感じたのは、なんかその、まあ、反発して、まあ、苛立ちとか、まあ、そういうのもあったけど、まあ、半分ぐらいはそこに対するまあ嬉しさもありました。素敵なんかその時りんちゃんは多分その同じミーティングにいたと思う、その状況もすごい知ってると思うんですけど、その時のりんちゃんの心境とか考えとかって何かありました？ミーティングの時は自分はまほろ寄りの意見だったからあれなんですけど、
後から、まあ、ののかも泣いてて、でその次のデモ見せで、次のデモ見せがん DSP リハ、 DSP リハと DSP リハで通らなかったら変えるみたいな感じの内容だったから、でも自分はそのマホロの作っ、あの簡単にしない方の意見よりだったから、まあ、マホロ頑張れって気持ちで、まあ、そのミーティングは自分は意見あんまり言ってないけど、あのののかの意見も分かるし、でもののかの意見もめっちゃ分かるし、でも自分はマホロやりの意見だったから、心の中ではもう頑張ってくれって思ってましたもうそれで結局通しましたよね。そうそうなんだけど、なんかその今リオンが言ってくれたやつはもうちょっと続きがあって、うん、なんか最初は、まあ、そうだったんですけど、最終的には DSP リハで2回通す機会があって、うん、アクトリハで1回通す機会がある、うんうんうん、で3回全部通し切ったら変えなくていいけど、1回でも引っかかったら変えろって言われたんですよね、うんうん、コーチに。でまあ渋々それを受け入れたっていうか、でその1日目の DSP リハはまあ、その最後アクロでちょっと縄絡まっちゃったっていうのはあったんですけど、その議題に上がってた部分は1回目も2回目も全部ちゃんと通って変えずにいけるって思ってたところ、そのアクトリハで最後引っかかって、うん、あの変えたっていう。なるほど、負けましたでもなんかその出来事は多分結構本当に直前じゃないですか、多分1週間前とかですよね。そう、本当に直前、うん、そうだね。なんかその1週間前で、うん、なんかその出来事1回、まあ、ちゃんと多分チームで向き合う時間があったと思うんですけど、うん、それがあって、なんかそのやっぱデライト、最後のデライトに向けてちょっと気持ちとかなんか変わったりしました。チームとしてなんか1個変わったこととかありました？この最後の3倍を通さないと勝てないって思ってたから変えないっていう方の意見に賛成だったのもそうなんですけど、だからその変えた通し方は変えたけど、アクロの量は減らし、なんかアクロの量を減らすみたいな話だったよね、うん、そうね。でも通し方は変えたけど結局アクロの量は減らしてないから、その、まあ、妥協はまあしたけど、あの絶対に通さない、最後は絶対に通さないとっていうのはもっと強く思いました、それを経て。なるほど、ありがとうございますなんかマホロくんがそのなんか引っ張る立場としてその出来事を踏まえて、なんかチームメイトに対して、まあ、3人についてとかそれぞれのメンバーとかでもいいんで、何か思ったことあれば教えてください。そうですね、まあ、そのさっき の、まあ、そのののかの話はその3倍に関与して唯一携わってなかったののかが真剣に考えていってくれたのが、まあ、すごく嬉しかった、うん、まあ、だからまあそういうところからまあ踏まえても、やっぱりその、まあ、1年生の最初、まあ、リオンはもうもはや行ってもなかったですけどコロナでずっと言ったからまあその時から考えたら、なんかみんな本当に自分がきっと成長したって言える立場か分かんないけど、そのみんなきっとすごい、まあ、技術的にもですけど、なんかそのダブルダッチに対してすごい向き合ってくれるようになったっていうか、なんかみんな自分のことをなんか結構なんだろうな、もともとそれ3人自身のことを結構なんか僕が委ねられてた感覚だったんですけど、なんかみんながそれ自分で考えるようになって、チームのこともみんな自分ごとで捉えるようになって、まあ、最終的にはその自分が関わってないムーブのことさえもなんかすごい自分ごととして考えてっていう、なんかそのチームとしてすごいこう、まあ、仲良くもなったし強くもなってった理由はそこにあったのかなっていう、まあ、みんな今までありがとうって感じですかね。素敵ですねまあコロナリンちゃんとトガリマホロ君から始まったアウトドア最後は素敵なチームになったというお話を聞けたところで、本日はこの辺で終わりたいと思います。まあ最後に
これが流れてる頃にはもうアウローラとしてのショーは終わってる時なんですよ。まあ、なんですけど、まあ、そのバトンダッチ全体とかに向けた、まあ、意気込みだったりご来場の方々へ何か伝えたいことなどありますか？リオンさん。DSP に入って自分は本当になんか人としても成長できたし、めっちゃ大切な仲間に出会えたから、悔いなくみんなでエンディング楽しみたいなって思ってます。でずっと応援してくれてた家族とか友達とかも来てくれてるから、みんなにも楽しんでほしいです。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にまほろくんもお願いいたします。はい、バトンダッチももうこれでもう終盤、本当にラストのラストですけど、まあ、もちろんその同期とか後輩とかその一緒に作り上げてくれた方々みんなに対して、まあ、一番こう最後に分かりやすい形で感謝できるのがきっと今からやることだと思うし、その見に来てくれた方々本当にその自分たちの家族だとか、そのダブルダッチを一緒に頑張ってきた仲間だとか、それこそダブルダッチをやってない友達もわざわざこんな遠いところまで見に来てくれてて、まあ、やっぱそういった人たちに対しての感謝を分かりやすい形で表せるのはきっと今からだと思うので、感謝を込めて頑張りたいし、それを皆さんには見届けてほしいなって思ってます。